えー、こんこにちは、えー、画家の小木曽と申します、えー、初めてこの動画を見るという方もおられるかと思いますので簡単な自己紹介をさせていただきたいと思います、えー、私自身は本業は絵描きさんプラス大学の教員そしてまさかの YouTuber ということになってしまいましたが昨年2020年の4月 3月の末からですかね、この動画を始めました、初めの頃はというとです、ねまああの、この状況下、厳しい状況下の中で、オンライン授業というのを大学がしていかないといけないという際に、学生さんたちにいろいろ聞き取り調査をしたんですね。 そうすると、学生の多くは、動画配信、YouTube とかがいいですということを、特にその頃はあ、それぞれの家庭環境とかによって Wi-Fi とかのつながりとかがあってですね、えーえー、YouTube がいいということで始めたのがきっかけです。で、まあ、あの、簡単な自己紹介をしますと、小木祖という名前、非常に珍しいと思うんですけども、父方の方が岐阜です。 岐阜の方とか長野とか名古屋とかあの辺りには小木曽という姓がおりますで母は熊本の出身なんですが、まあ、東京で恋に落ちて結婚して就職した先が大阪の企業だったということで一応大阪とあと奈良県 の生まれ育ちでございます。え、奈良県の生まれ育ちでございます。えー、私は1975年生まれなので、段階ジュニアの少し下あ、ロストジェネレーションという世代でございます。えっ、ー、と、私の動画200本近くありますが、あまあ、そういった話も結構雑談としてしていきますので、あの、面白がって聞いていただける方もおいるかもしれませんが、退屈だという方もおられるかもしれません。で、えっ、ー、と、1975年、すごく子供が多い時代、 約万万人人確か7万人ですね同級生、えー、昨日、2月何日に、2020年の子供出生率が、出生数が87万人ということなので、110万人も減りました、半分以下になってるんですね、今ね、少,少子化とかですね。 ああそういったことの話とかもしていくと思います。で、えっ、ー、と、高校生まで奈良県で過ごしまして、一、え、浪、ー、して、武蔵野美術大学という大学に行きます。 そして、えー、仮面浪人と言いましょうか。受け直しをして東京芸術大学に1996年に合格いたしました。今から25年も前の話でございますね。すごく古い話でございます。えー、卒業したのは2000年、東京芸術大学、あ海外学部 違う美術学部、湯、えー、画科、ちょっと忘れてますね、えー、を2000年に卒業いたしました。あ20世紀最後の卒業生、一応、成績は一等賞、首席で卒業いたしました。壮、え、大、ー、というので、表彰状ももらいました、えー。そんなことももう大昔の話でございます。 その後、大学院、湯河技法材料研究室というところに行きました。まあ、そこまで、あの、真面目な学生ではなかったし、今もその、真面目な人間でもないと言いましょうか、あ技法マニア的なところはあまりないので、すごく細かい部分というのはわからなかったりしますので、たくさん質問が来ても困る部分はありますが、あお答えできる範囲でいつもお答えしていっております。 で、その後、博士課程まで行きまして、その間、予備校の先生もしておりました。水戸端美術学院というところでやっておりました。確か7年間ぐらいやってます。でその後、専門学校で、日本工学院という蒲田にある学校で、アニメーションの学校で1年やった後に、30歳で九州の福岡と長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄、残る一つの県ですね。 探してみてください。どこでしょう探してみましょうね。どこですかね。えー、というところの大学国立、えー、国立大学業、特、国業に、えー、着任して、えー、今年の春から15年目を迎えます。 で、えっとですね、ま、いろいろ賞もいただいてきまして、昭和会賞であるとか、何であるとか、ああ、北美術館、えー、美術館長賞であるとか、いろいろいただいたりして、あとは個展もですね、日動画廊さんを中心に、えー、高島屋さん、えー、三越さん、三越さん2回、えー、日動さんは4回か5回しています。 という感じで、古、え、典、ー、の活動も精力的に行っております。まあそういった動画とかも上げております。でですね、えっ、ー、と、前振りは長くなりましたが、こんだけ動画があるとどれ見ていいかわからないということで、まずですね、い、まあ、ステッサンとかは、まあどれ見ても同じような感じなので、あのー、手を書いた動画あたりで、えー、もう始めはいいのかなという気がします。あとは、初めての人シリーズというのとかがあったりしますので、全くもっての初心者の人は、そういう 動画をまず見らで、えっ、ー、と、水彩に関しては、ちょっとこの動画、人物を描いた動画ですね、流れという作品を描いた動画をまず見ていただけると、画材のことをすごく詳しく説明しております。えー、それ以外にも、例えばライブ配信などもやっておりまして、水彩が結構多く、えー、1時間とか1時間15分ぐらいで描いている、えー、もう喋りをしながら書いておりますので、 そういったものも参考になるかと思います。あの、人気順という感じで上から見ていっていただくのもいいんですが、まず、えー、流れというこの作品を書いた動画を見てもらえると、水彩絵の具というものの蘇生、 に関してししててっかり話しており話おますのでぜひ参考にななるかなと思いまますす紙の種類も少しお話ししておお話てりますで油絵に関しましてはこちらの動画2日間で描いたという動画なんですが、まあ、簡易的にグリザ油という方法から描いている方法でこれも相当絵の具のことを中心に話しておりますのでまず油絵をやりたいという方はこの動画を見られるとわかるようにしておりますのでぜひこういったものを参考に にされていただけると助かります、えー、それ以外にライブ配信、えー、それ以外にあとはあ深夜3時の画家のアトリエという突然、えー、今描いている最中の絵をまた描いている動画もあればあ、ボールペンで何かを描いてみたという動画もあれば。 えー、デッサンももちろんございます。えー、ケンにしっかり写実的に書いたものもあれば、あコンテで、えー、石膏像を書いたという動画もあります。えー、様々な動画を,を,をご準備しております。これからも多分そういった動画を,を作っていくと思います。そして、えっ、ー、と、最近、えー、やっていて好評なのが鬼好評シリーズというのがございます。これは一般の視聴者の皆様から、あの、見てほしいという方を募集して、 えともうう基本的には全員見ようと思ってますただしいくつか見れない作品というのとかあとはものすごいもうプロでしょうという方もおられるので一般の人に比べてぐんとレベルが高かったりすると 周りの人が引いてしまうので、えー、そういった方はお断りをしています。あと著作権に関して若干怪しいなというグレーのものもお断りしております。えー、詳しくはあ動画あ、こちらの動画をご覧いただければあよりわかるかなと思いますので、えー、ぜひ応募されたいという方は遠慮なさらずに応募していただければなというふうに思います。これからもまあ楽しい動画作りを続けていこうと思いますが、本当に皆様の声によって作られている 動画という感じですこれからもずっと変わり続けていくのかなというふうに思いながらあ私が飽きないように、えー、していかないといけないなというふうには思っております。で私自身は写実的な画風を描いておりますが 基本的にはいろんな画材を使えます。例えば銀筆を使っているが動画もあったりします、えー。昔の鉛筆ではなくて銀の線であるとか、あとは指示体をキャンバスではなく、白味というものを作っている動画。 あとはテンペラ絵の具、メディウムを作っている動画というのもあったり、あとは学生さんに向けて講義を行っている、教養系というところが再生リストにありますが、教養系、教養をお話している動画といったものもございます。で、まあ、写実系的な絵描きではあるんですが、いろんなことを を今まままでももややっっててきししたここれからもやっていいうと思いますある特定の分野に偏ることなく、えー、いろんなことをができるのがやっぱり芸術家の一つかなというふうに日頃から思っております、えー、私が19歳の時にアントニオ・ロペスという人の画集を見つけて自分の人生が変わったあそのアントニオ・ロペスというのは、えー、自称彫刻家 でもほとんどが油絵の作品ですねあとはアンドリュー・ワイエスという絵描きさんであるとかあハンス・ホルバインであるとか、えー、レンブラントハルメンス・ゾーン・ファン・レインであるとかあすごくいろんな好きな作家さんがいますそのレンブラントの模写などの動画もあったりしますし、えー、とにかく幅広いチャンネルとなっておりますまずは先ほど言いました水彩・油絵などはこちらの方の動画をまずご視聴いただいて 画材のことを理解していいただければとと思いますとにかく雑談が多いですなぜならラジオをやりたくて動画作りを始めたという不純な動機だからでございます是非、えー、楽しんでみて,てくださいではチャンネル登録よろしくね SNS もやっているよ